クロバイトは日本の警察において採用されている車両で民間利用と同様の車体色のオートバイに対する俗称である交通取締り用自動二輪車である白バイに対して交番で使用されているパトロール用小型自動二輪車全般を刺す故障として使われることもあったが2002年に和歌山県警察が白バイの覆面車両として導入した交通取締り用バイクが 黒バイと故障されるようになってからは、黒バイというョ性が覆面白バイのみを指す用途で使われることも増えている。本校では、交番のパトロール用オートバイと、和歌山県警察などが覆面車両として使用している、黒バイについてもベル。この他に、航空警察本部で使用されている車両も黒バイと呼ばれるものが存在する。パトロール用小型自動二輪車鈴木 K125。 交番用のオートバイは、ビジバイなどの別の俗称がある。採用されている車種は主にスズキ K90 や、ホンダシーディ90などで、2005年頃からは、ホンダスーパーアカブなど、黒色以外にも、グレー色などのオートバイも使用され始めている。後部に書類箱が装備されている。従来は、脱着可能で簡易建てにも変身する、ウィンドシールドが装備されていたが、いつの間にか廃止された。 なお近年では、鈴木アドレス V125 や、ホンダリード110など、白いスクーターを採用するケースも見られる。ビジネスバイクが、主に採用されているが、ビジネスバイクのカテゴリーに含まれない、特定二輪車である、ヤマハトリシティ125を採用している、都道府県警察も存在する。様々なパトロールシーンに対応するため125、125CC クラスの小型自動二輪車が多いが、 50cc の原動機付き自転車もある。緊急自動車ではないので、サイレンは装備されていないが、車両に停止命令を発することは、警察官として可能なので、後方からクラクションや笛を鳴らし、手で左に寄せて止まれの合図を送る。警視庁の黒バイ、大阪府警スカイブルー隊の青バイ覆面車両のオートバイは、和歌山県警察、青森県警察、警視庁、 宮城県警察が黒バイとして採用している。大阪府警察スカイブルー隊では青色の車両を採用している。黒バイは和歌山県警察本部暴走族対策室が2002年2月に暴走族の取り締まりに向け全国で初めて投入した。黒表と名付けた黒塗りの暴走族対策専用覆面オートバイは導入した翌月のゴールデンウィーク中には 和歌山県警管轄下で58人の暴走族構成員を検挙した。この検挙者数は2001年実績の2倍強となり、黒バイの活躍が大きく貢献したとも言われている。これを受け警視庁をはじめとする一部の府県警察にも黒バイ隊が編成された。取り締まりは隊長の覆面パトカーと3台の黒バイで行う。覆面パトカーに乗る隊長がべての指示を行う。 特殊装備銀虎若山県警では、ホンダホーネットを追加配備し、車体色が銀色であるから、通称銀虎と呼ばれている。250cc の機動力を活かして、大型二輪車では追跡が難しい、狭い路地などの追跡を行っている。ヘッドライト横に4つの発射口を持つインパクトトレーサーを備える。VFR800 や GSF1200 など、 各社の白バイモデルをベースに、車体色だけを変更したものや、一部装備の仕様が、暴走車両追跡特化のため異なるものが存在する。フロントカウルなどに、最小用録画カメラや、塗料噴射装置などが据え付けされている。車体後方の赤色回転灯は通常仕様のほかに、低い位置にマウントされ、追跡車両から視認しにくくなっている仕様が存在する。警視庁では、 ホンダ車の他に、前述のヤマハ FZ750P、鈴木 GSF1200P の黒バイ仕様も存在する。宮城県警のように 250cc クラスのスクーターを導入する場合もある。少なくとも、ホンダのラインナップには、黒バイ仕様は存在せず広報部も生産していないと明言しており、自家塗装、自家改造にて対応している模様。警察博物館。 バーチャルツアー。警視庁。2011年5月17日閲覧。このオートバイは、11年間にわたって皇族方や、国内外の要人の警護等に使用されたものです。大阪府警が110台を調達、ヤマハの2プラス1スクータートリシティ125、レスポンス。2017年12月22日閲覧。警察写真展和歌山県警察採用案内。 和歌山県警察本部。2011年5月17日閲覧。交通指導課、暴走族対策本部。青森県警察本部。2011年5月17日閲覧。相続検挙対策として、各警察署に最小用の黒バイを配置し、959、警察にはどんな二輪車がありますか大阪府警察本部。 2011年5月17日へ閲覧。大阪府警には、ひったくり犯人などを捕まえるためのスカイブルー隊が使っている、通称、青梅バイもあります。ありがとうございます。